い、そうですね、今回また新しいカテゴリーのマーメイドが出るって時に、この最初ドレスが着たくて、ドレスが着たいがためにエントリーをしたところからスタートしました。でやっぱこのドレスが本当可愛いと思ったので、この似合う体作りを本当にしてきて、であとポージングとかもこのドレスが似合う雰囲気をずっと作るなどしたらいいかなとか、いろいろ考えながら練習してきました。そうですね、知恵さん のアドバイス通りで、本当海の中にいるイメージをずっとつけてて、でなんか最初のフリーポーズとか、あ、フリーじゃない、規定ポーズは、岩に寄りかかってる人魚だって知恵さんがおっしゃったので、もうそれになりきってやってみました。結構サイドポーズの軸を取るのが意外と難しくって、そこはもう繰り返し繰り返しずっと練習しました、はい、去年ずっと出てたタイトもすごい、音楽とかも好きだけど、でも今回このマーメイド出てみて、自分中では雰囲気一番マーメイドが合うかもみたいにはちょっと今思ってはいるんですけれども、とはいえでもやっぱ筋なんかフィットネスのやっぱ大会なので、そこは SBC とかにもチャレンジしていきたいなっていうふうには思ってます。この次にあります、次の次だ、ラグーナにもエントリーしました。もう フールでこのドレスを着たいという一心でラグーナにも出場します。そうですね、もうちょっとやっぱり筋トレだけではなく、なんでしょう、雰囲気作りとかもやっぱ SBC らしさがそれが出るのかなと思うので、そこもちょっと重点的に、顔芸じゃないですけど、顔の雰囲気とかも作りながら取り組んでいこうかなと思います。もちろん筋トレも頑張ります。